勃起さん。ネタはいつもハゲばかり、五十肩がつらい毎日、毎日毎日うざいポストをするパッキポッキです。はい、パッキポッキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は火曜日ということで、週が始まって2日目ということで、皆さんテンションダダ落ちということにしておきましょうか。お疲れ様でございます。今日のこちらの方面は快晴、晴れております。ぐわ、寒いですね。風が冷たくなっております。あ、今夜からちょっと雨になりつつ、明日初雪かいなとかっていう話がちらほら出ておりますが、はい、なんか最近は夜ちょっとこう雨が降ってるような感じみたいですね。はい、なんかそんな感じがしております。いかがお過ごしでしょうか。12月もね、もう半ばになってきておりますが、順調に今年の汚れ、今年のうちにとかですね、そういう計画は立ててるんでしょうかということなんですが、もうほぼほぼ皆さんも取り込み終わってるんでしょうかという感じなんですけど、まあ柔道してみようかなとかってね、ほったらかしてる人もいらっしゃると思うんですけど、海外死なないよね。だから九州はそんなにないのかなとかって、やっぱちょっと甘い考えをしてるんですけど、皆さんのお宅はどうですか。金利ですか。どうなんでしょうかとかってですね、思うんですけど、まあ北海道とかそっちの方はですね、もうキン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 冷えてると思いますから、ちょっとね、そこら辺の地上っていうのは難しいのかなとかで、やっぱどうしてもこう登頂しがちな感じですよね。写真見たらね、太陽くれよみたいな感じでね、してるのがようわかる気がするんですが、例えばな、前は植物を車の中に入れてる人もいたみたいですね。まあそれはなんかちょっと裏技らしいんですけど、なんかボンネットというか、なんですか、これダッシュボードか、車内のね、ダッシュボードのところにずらーっと植物並べて、だ結構な、日が差してくると、まあ簡易ビニールハウスというか温室にはなりますからですね、車もね。そう言っても日が差さなかったらね、車もキンキン冷えますからですね、それもどうなんかなとかと思うので、やっぱお家の中のがいいのかなと。で、お家の中どうなんですか。エアコンつけたりファンヒーターつけたりね、されてるんでしょうか。でもやっぱ乾燥したら、やっぱ加湿器とかね、人間様のために、ペットちゃんのためにやっぱつけてる方もいらっしゃるんですけど、この加湿器ってどうなんでしょうね、植物にとって。これも一応水分を放出するじゃないですか、温風とともにですね。だからそこら辺はどうなんですかねとかって思うんですけど、そしたらちょっとこう、もう水やりもせんでいいのかなとかってね、思うんですけど、まあほぼほぼ皆さん水やりはしないでしょうからですね。はい、それはそうじゃないかなとかと思うんですけど、昨日のフォロワーさんのリカさんがですね、はい、もう気象官とか、これは何ですか、アガベですかね、もうこれはもう春まで、お水はあげませんとかって言われてあったんですけど、はい、やっぱ冷害だとか、そういうのが影響してくるので、水はやらないらしいですね。なかなかちょっとそこら辺はシビアなのかなとかって思うんですけど、でもやっぱ気持ちやってしまいますよね。やっぱその肌というか表の皮膚というかね、そこがこうシュワシュワとなったらちょっと上げたくなる感じがするんですけど、ただ寝がす気がなかったらですね、やばいことになるんじゃないかっていうことですよね。難しいよな、本当に。まあ、それでちょっと去年もダメにしてますので、完全に水を絶った方がいいのかなとかね、思ったりするんですけど、基本のこの植物の考え方っていうのは、体内に水分を持っている、で休眠とかそういう寝てしまうと吸う力がないから、逆にその水によってふやけたりして、こうふにゃふにゃなって、まあ蒸れるというよりもね、乾燥しないもんだから、それで根腐れを起こして、起きようと思ったけどもそのまま死んでいったとかっていう流れなのかなということなので、体の中にある水分っていうのを信じて、春になってちょっと成長点ぐらいからなんかふわっとこうなってきたら、何ですか、水をやり始めるっていうスタイルなのかなと思うんですけど、
どんだけやっていいのかもわからないね。初心者の人とか特にそうじゃないかなとか思うんですけど、この子に対しては、まあ、水これぐらいやっとけばいいのかなとかってやっぱ思われると思うんですけど、それは経験なんでしょうかね。あ、経験というよりももうわからんっていうのが正直じゃないですか。この状況こうであれば水はどれぐらいあげるっていうのはもう勘というかでやってるようなもんじゃないかなと思います。だからもう今年の夏なんか雨すごい降った時でももうびっしょびしょになっても放置してても植物ギャンギャン育ってたりしてましたもんね。ということはですよ、この自然の流れ通りにやるとしたらですよ、雨って1年間どれぐらい降ったっていう話になるじゃないですか。だから雨の日にバーッとこう水をあげるじゃないですか、その家の中とかでやってる人はね。でそれ以外はもうやらないとかね。まあでも外に置いとったらね、いろいろ風が吹いたりとかね、なんかいろいろそういう環境とかが違いますので、また育ち方も違ってくると思うんですけどですね、難しいよね本当。だから自生地と同じような環境でどうたらっていうのはまだ無理ですからね。自生地と同じようにもお水を全然やれなくて、雨季の時にスコール並みにジャーッとあげてとかっていう方もいらっしゃいますけど、根本的に国も違いますしね、環境とか条件も違うと思いますからですね、そこら辺は、一概には言えないのかなとかと思うんですけどね。はい、じゃあこの続きはまた後でーす。はい、パチポチさんのおばやき続きですということで、相も変わらずぼやーっとぼやいておりますが、いかがお過ごしでしょうか。12月の16日の7時からですかね、これ初コラボではないでしょうか、長蔵さんとホープスペースサイマンさんですね、はい、ライブがあるそうでございます。またなんか歌ってくれるのかなって、歌ってないねこの時期でこの2人がコラボするってなかなか面白いですよね。はい、長蔵さんは結構今年はいろいろな方とコラボまたしてましたよね。はい、ちょこちょここう意欲的に、コラボされたりですね、イベントに参加したりね、はい、されておりましたけど、甘い声でね、皆さんを誘惑しつつ、まあでも結構ね、お値打ちな価格で、ちょっと安い価格で、皆さん植物買えてるみたいなんで、いいですよね。はい。だよく娘の、大学なのでどうだろうとかってね、物入りみたいな感じで言うてますけど、なんか他の方の、なんですか、ライブとかで何万もするやつを買ったりとかね。あれっていう感じがするよね。そう言って、自分、なんか、植物、凍ってませんかという感じでね。私のフォロワーさんで、広瀬さんっていらっしゃるんですけどね、まだご存知かと思うんですけど、広瀬さんが、パキポキさん、トッキーさんと、ぜひコラボライブしてほしいですって言ってたんですけど、これはもう、長蔵さんとトッキーさんは実現しそうですよね。しかし、トッキーさんのチャイナドレスはもう、ほんとやばいよね。もう、脳殺どころじゃないよね。ちょっともう、化学兵器並みに、ちょっとやばいよね。まあ、ちょっとしたこうイベントとかでね、なんかもう、はははーとかっていうのはわかるんですけど、お家の中でやってるのは怪しいよね。あれ怪しいですね。薄暗闇の中でチャイナドレスを着てるおじさんみたいなね、もうね、無駄毛も処理もせず、はい、もう、ボーボーの感じで、って感じで。もう、ダメなんだ、おじさん。ズラとかそこらはわかるけど、もう、その、服は着ちゃいかんよね。もう下手したらなんかセーラームーンのなんか服かなんか着そうな感じがしますよね。ちゅうかよくあったね、あのサイズがね。もう芸人やんってね。まああの人も演芸人なのかなと。岡山の演芸人こと、バンクシャの吉野さんですね。はい。ここも何日間かもうパーソンズばっかりですね。皆さん、パーソンズってご存知ですか？はい。ご存知ない方はですね、Google で、パーソンズ、ジル、デブって言って、検索したら。すいません。
ませんね。はい。自分もパーソンズを最初見たときは、綺麗な外人さんみたいな、女のボーカルの人や、とかと思ってたんですけど、びっくりするぐらいね、ぽっちゃりなんですね。はい。まあ、今どうなのか知らんすけどね、年こいてると思いますので、はい。もう35周年とか言ってましたかね、なんか35周年ライブということで、元気いいですよね。まだ歌えるっていうのがすごいことやなとかって思うんですけどね。はい。まあ、吉野さんが、パーソンズにまつわるエピソードお待ちしておりますとか言ってるんですけどね、もう全然植物と関係ない話になんかなってるみたいなね、思っておりますけど、ほぼほぼ今、吉野さんが歌ってる曲皆さん知らないんじゃないですか。今日歌った曲私も知らなかったですもんね。はい。音程がずれてはないと思うんですけど、あ、聞いたことないなとかって思ってですね。はい。まあ、そんな感じで思っております。さて、年末近づいてきておりますが、まあ、今度はそのね、クリスマスプレゼントだとか、ね、あ、クリスマスプレゼント誰かするって言ってましたね。誰やった？誰かがクリス、ケーティーボタニカルさんか。そうそうそう、鹿児島の、マニキュア男。ここなるかね。今年は、ケーティーさん結構、盛り上がってないです。はい。なんかね、もう作品とかがもう本当、ちょっとこうクオリティを上げつつ、商品単価も上がりつつ、なかなかいい感じの1年だったんじゃないですかね。はい。まさの感謝ということもあるんでしょうか。はい。クリスマスプレゼント企画しようかなと。で、あとは、プレゼント企画は、武蔵さんですね。はい。デチコさんの旦那さんっていうことなんですけど、武蔵さんも、これは1000人になれば、ちょっと株を放出しようかな、プレゼントしようかなって思いますとかってね、なんか言ってましたですけど、すごいですね。もう私はもう何人フォロワー達成したとしても何もしないというね、もう本当、ケチやなって、ちょっと思われてると思うんですけどね、しょうがないね、ですからね、もうしょうがない、しょうがないっていう感じはあるんですけどね。はい。まあ私も今年いろいろ、楽しませていただきましたけど、また来年もね、なんかこう、ちょっと思考を変えてやっていければいいなとか思うんですけどね、やっぱマンネリ化したらもうつまらんくなってからもうやめますんでね、私がね。はい。それだけはちょっと、避けないかんなとか思っているので、はい。このぼやきもいつまで続くかわかりませんが、はい。皆さん、末永くお付き合いいただければと思っております。はい。じゃあ明日水曜日ですね。私、とりあえず休みいただけると思います。で、来週はまた仕事ということで、連勤ということでですね、今月は結構ヘビーで、ヘビーな晴れでございます。はい。もう最近言葉が出てこむなり、もうやばいね。はい、という感じでございます。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わろうと思います。お疲れ様です。せっけにじー。右から左へまるでステレオタイプピエロは泣き出した地球はずぶ濡れのパラダイス笑えない時代の中でエビバディ競争ザラ繰り返す歴史の海にエビバディ競争ザラミサイルの遥か彼方に Everybody can stop the love ポケットの中に潜めた Everybody can stop the love